18.1 を分け合う結果となりました。改めて今日のゲーム振り返っていかがでしょうか。まあ、勝ちたかったですけれども、そうですね、2点目取れなかったので、まあ、致し方ないかなと思いますね。立ち上がりの部分なんですが、得点も生まれました。試合のスタートについてはどう評価されますか。良かったと思いますし、1-0 になった後も少しの時間が良かったんですけれども、その後、少しもったいない時間を過ごしたかなという気がしますね。そのもったいない時間で出た課題について、今試合終わってすぐではあるんですが、どんなものが浮かんでいますか。まあ、攻めの時ですね、自分たちゴール持ってる時に少し攻め急いでしまったりとか、あとはカウンターのケアのところで、少し相手に距離を取ってしまったりというところで相手に入られてしまって、そこから守備が始まるんで少し、下がった形が増えてしまったというところがありました。またすぐ次水曜日に天皇杯があります。連戦になりますが、次に向けても一言お願いいたします。すぐにリカバリしていい準備をして、勝ちたいと思います。